はい、皆さんこんにちは、チャソです。梅雨に入ってから相変わらず天気が悪いですね。今日もこんな感じの曇り空になります。クロスカブ納車してから1週間経ったんですけど、まあ納車した後100キロちょいは乗りましたけど、その後雨で全然乗れてなかったんで、今日もね、慣らし運転がてらツーリングに行こうと思って出てきました。一応今日の予報だと曇りなんですけど、まあ行く先々見るとあんなに雲かぶってるんで大丈夫かなって気がしますけど、まあ雨降ったら降ったでカッパー持ってきてるんで、そのまま気にせず走ろうかなって思います。とりあえずね、今月中に早く1000キロ走って慣らし運転の方を終了させたいなって思ってるんですよ。なのでね、まあ若干雨の心配はあってもちょっと走ろうかなって考えてます。で、今向かってる先がとりあえず南会津方面ですかね。そっちの方に向かって走ってますね。はい、では羽鳥湖の手前まで来たんで、これから峠越えですね。まあだいたい今160キロぐらい走りましたけど、まあロータリーミッションはとりあえず慣れてきたかなっていうところです。反則だと登んないね。今ね、3速スロットルね、フルでひねってるんだけど全然やっぱ登んない。2速だね、こういう坂は。やっぱね、こういうコーナーはね、軽い方がひら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 曲がれていいね。忍者はね、なんか倒すのが怖いっていうのかな、ちょっと重さもあるからあそこまでは倒せないんだよね。まあその点何キロだ、40キロぐらい軽いのかな、あの GSR250 の方がこういう道では倒せていけたような感じですね。カブはちょっとタイヤ細いんでね、そんなに攻められはしないんですけど、でも案外なんだろう、こっちの方が曲がりやすさはやっぱある。軽さは正義ですね。
でもね、クロス株このシートかなりいいですね。全然疲れない。あとやっぱりね、小型には小型なりの楽しさってありますね。こうなんていうんですか、大型バイクとかだとやっぱりね、それなりのトルクもあるんで、適当なギアでも行けちゃうようなところ、小型だとね、やっぱどういうギアにするかとか、そういうね、考えながら走るっていうこともできるんで、最近自分そういう思考になってきて、エクスプローラーも乗ってますけど、ミニクーパーのマニュアル乗ってる方がやっぱり走ってては楽しいなって思いますよ。はい、休憩がてらちょっとコンビニ寄って、ついでに GoPro のバッテリーも交換してました。今ここは田島でいいのかな、まあ、とりあえず一回街中には入ってきたんですけど、またここからね、抜けてどっち方面だろうね、まあ、さらに奥地に入っていくような感じなんですけど、これだね、本来は289号線行きますけど、今日は、若干遠回りになります。121号を通って、まあ、ぐるっと回って、金山町の方まで向かう感じですね。はい、とりあえず給油完了です。一応ね、1リッターの蛍光管も持ってきてたんで、まあ、入れてくれるかどうかちょっと分かんなかったんですけど、頼んだら大丈夫でしたね。まあ、株で心配だったのがね、航続距離っていうよりは、まあ、燃料タンクの大きさですね。まあ、とりあえずその辺はね、蛍光管を、最悪の場合は蛍光管を持って歩けばね、いいかなって思ったんで、とりあえず遠出するときは持ち歩くようにしようと思います。ここですね、121の方行かずに352の方に行きます。こっちでいいのかな。特にこうすごい景色とかそういうわけでもなかった。だんだん登んなくなってきたな。そうね、ずっとこの縦溝だからちょっと厄介だね。
ごい走りづらい。いやー、しかし走ってて気持ちいいですね。道の駅あるんだ。ちょっと寄ってってみますか。こっちの方に来る機会なんでね、もうあといつになるかわかんないんで。これか。はい、道の駅番屋の方でちょっと休憩してました。なんかね、そばソフトなるものがありましたので、まあ写真載せときますけど、それちょっと休憩がてら食べてました。そば感はそんなに強くはないんですけど、まあ意外と美味しかったですね。じゃあまたちょっと走り出して、こっから何キロだろう、30キロぐらいですね。30キロぐらい先にある道の駅で、まあお昼にしたいと思います。じゃあちょっとね、こうやって止まってるのも暑いんで走り出したいと思います。走り出すと涼しいね。いいところじゃないですか。ちょっと寄ってってみますか。うん、川すんごい綺麗ですね。これまあ何の気なしにちょっと来ましたけど初ダートおうおうおう、すごいね。あー、深い深いけど行けなくはない。おお、沈む沈む。はい、向き変えて置いてみましたけど、似合うね、こういうところとクロスカブ。いいね。
いや、川も綺麗だし、こう川のせせらぎ聞いてると落ち着きますね。なんかもうおっさんだからおっさんみたいなこと言ってますけど、いいね。カブ、こういうとこにフラッと寄れるっていうところが、まあ、なんかあってもね、こう車重軽いからね、なんとかなるっていう感じですね。結構ね、砂深いんですけど、おお、楽しい。埋まってる、リアタイヤが埋まってるよ。よいしょ、復帰。忍者のね、200キロ超えるあの車体であそこにはまったらもう抜け出せないだろうな。中野橋、はい、まあバスと同じ方向ですね。同じ方向じゃありませんでした。はい、到着しました。道の駅キララ289。とりあえずね、今家に帰ってきました。でね、463キロですね。だいたい今日で330キロぐらい走った感じになります。あと550キロぐらいか。ま、何回かに分けてゆっくりやりましょう。今日はね、ちょっと一気に走りすぎた感はあるんで、今後は100キロぐらいでいいかなって思います。まあとりあえずね、雨の中頑張ってくれたんで綺麗にしたいと思います。はい、じゃあとりあえずね、鳴らし運転に行ったら普通のツーリングになっちゃった動画ですけど、今日はここまでにしておきたいと思います。では次の動画楽しみにしていてください。バイバイ。